こんばんは。眠たい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 。こんばんは。ごめんね、ちょっと遅れちゃいました。今日は敬老の日だったので、おばあちゃんと電話してたら時間がちょっと過ぎちゃった。こんばんは。あら、スイスイが一番大好きだよ。ありがとうございます。いや、寝てはなかったですよ。眠かったけど。こんばんは。アットジャムありがとうございました。今日はアットジャムでした。そう、おばあちゃんと電話してました。楽しかった。あら嬉しい、よかった。楽しかったね。楽しかったです。お疲れ様。みんなもお疲れ様。楽しかったよ。そう、今松葉をしたらまつげが上がりすぎちゃって、なんか逆にまつげが邪魔っていうなんか現象が起きてる。ほら見て。こんばんは。そうなんです、バチバチ。あ、眠たい。大人っぽい？ありがとう。イエーイ、大人大人。そう、前髪が薄い。そうなんですよ。もう、やだ。アットジャムにこの薄い前髪で立ってしまったよ。横浜アリーナはとても広いけど、横浜アリーナってすごく客席が見やすくって、一人一人のお顔がよく見えました。眠たい。そう、あのね、整える前髪がないんですよ。整えられないの。なんかすいてもらっちゃってたみたいで、ここからここまであるんだけど、ここがないっていうね、ちょっと難しい前髪になってしまいました。うん、おばちゃんから LINE が来ている。他のアイドルさんのステージは見られなかったです。そう、前髪ね、すぐに戻ってきてねって。あ、蚊に刺されてないかもしれない。なんかまだ痒くないです。痒くないです。そう、ステージ終わった後戻りました。去年はなんで見れたかっていうと、あのボムさんの撮影の後にそのままアットジャムに3期生の3人で行ったので、もうメイクとかが終わってたんですよ、髪の毛とか。だからみんながメイクとか髪の毛してる間に見ることができたんですけど、今年はまだヘアセットとかしてもらってなかったので、という感じです。オフラインありがとう。こちらこそありがとうございました。オフラインおしゃべり会ありがとう。
アイスはマミーのアイス、マミーにアイスなんてあるんだと思ってマミーのアイスにしました。あら、水水補給ありがとうございます。うん、サラさんお会いしました、お会いしましたというか見てた、私がこうやって。そう、マミーのアイス、マミー、萌がマミー知らなかったの。ユーハはチョコミントで、レイナさんはパルムでした。あ、ちなみにね、なんかチョコフォンデュができるところがあるんですけど、そこでミックスチャンネルの配信が、配信カメラがついてたので、こうやって見せびらかして帰ってきました。アイス何個食べたの？あ、安心してください、今回は1個です、今回は1個です。前回は金箔ソフトを2個食べたけど、今回はちょっとおかわり制ではなかったので1個。長野にはマミーないのかな、ないのかな。始まる前は食べてないです、食べる時間あんまりなかったかな、だからお腹ペコペコでアットジャムしました。アットジャムでちょっと面白かったのは、あのマックスを披露したんですけど、マックス時315号を披露したんですけど、あのラストサビの、ラストサビに終わったら、ん、そもそもラストサビをこう花道を渡って前にある四角いセンターステージでラストサビを踊ったんですけど、それが終わったらアウトロでこう花道戻って本ステージに来て、それでテレテン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 チャーンだったんですけど、そこが意外と短くって、その長さがね、音の長さが意外と短くって、最初はこうやって花道走ってたんですけど、だんだんガチな感じになってきて、最初はこうやって走ってたのに、なんか私本当に花道が怖いんですよ、花道落ちそうでちょっと怖いんですけど、こう横を見ながら走るのがね、ちょっとだけ怖いのね。でもその中でこうやって頑張ってやってたんだけど、あ、ちょっと笑えなくなってきた。これは間に合わないとってやってました。ちなみにマックスの一番最初、最後のトンネルをのところは間に合いませんでした。あの私がなんと最後尾で、本ステージから花道センターステージに行かないといけなかったんだけど、位置的に最後尾だったんですよ、花道を渡る最後尾で、もう最後のって言ってる時、私花道の後半にいて、あー、これ間に合わなかったと思いながら、そう。でも私だけじゃなくて間に合ってなかったのが、でみんなね、すごいね、あの平常心でこう歩いて、入れるところからこうやって入ってて、わ、いいな平常心と思って、私もあのこうやって、あ、間に合わなかったですって歩いて行きました。あ、今回は残念、間に合わなかったって思ってやりました。でしたらアウトローも危なかった。でね、本当はこれやるところが2列なんですよ、こうやって最後のトンネル抜ければって2列でやってたんですけど、
なんかその間に合わなかったことによって最初一列になってたのね。もう私が着いた時一列でこれやってて、お、今回は一列なんだ、でも二列だよなと思って次のここで自分の位置についてみたら、ここでみんな自分の位置についてて何も言わずにまた綺麗に二列になってたんですよ。すごくない？わかる、距離違うから感覚つかみにくい。確かにステージリハはなかったです。だからイメトレイメトレでこうやってイエイイエイってやってたらこうなりましたちょっとイメトレと長さが違ったみたいすごいよね。いやでもイメトレからちょっとこれはギリギリなんじゃないかなと思っていたんですけど、思ったよりこれ出した、間に合わない間に合わない間に合わない。マリナさんがちょっと早めに本ステージについてたんですけど、みんなのこと心配そうに見てました。みんな間に合うかなみたいな。私は意外と思ってたよりぴったりというか、ちょっと、まあ、余裕はなかったけど余裕はあったんですよ間に合わないってほどじゃなくって、だからその私ちょうどマリナさんの新芽だったんですね、最後のこれの時。だからもうマリナさんの時までマリナさんのところまで行った時点で勝ちが確定したので、私はそのマリナさんを見て安心してました。ママママ間に合ったよ、マリナちゃんとシンベって珍しくない？いやとっても珍しいですね。でもほんと数秒だけですよ、最後のポーズだけ、最後のポーズだけシンベでした。そう、ゴールがママ、いっぱい走った先にいたのはママでした後ろの子が間に合ってたか心配ですけど、なんか間に合ってそうだった。ママに甘えたことある？一方的に甘えようとして失敗したことならあるんですよ。それはどういうことかっていうと私マリナさんに甘えたいんですけど、あのね、一回公演の時かな、エンジンしたのね、3212型ってエンジンして NGT48 お願いしますってやった後にマリナさんと手つなごうとしたんですよ。マリナさんの手を握ろうとしたんですよ、隣にいらっしゃったの。そしたらタイミングよくマリナさんがこうやって私はこっちの手をこうやって握ろうとしたの、下で。そしたらこのタイミングでマリナさんがこうやってやったから手がなくなっちゃって、あってなって、マリナさんもなんとなくこの手の気配を感じたらしくて、あうんみたいな感じになってて、あなんでもないですそう、気まずいでしょ。そうだからマリナさんはこのことを知らないかもしれないそう、あの手をつなごうとしたことは言わなかったから知らないかもしれない。そんな偶然あるんですね。もう一周回って相性 100% です。もう一度手をつなぎたい、本当に。いや一度は手をつなぎたいですねいつ頃だろう。でもまだ春ブロックやってた時、そう、あなんで急につなごうと。そう、私なんかね、多分なんだけど人に甘えたくなると手つなぐ癖があって、あのよく同期とか近くにいる人にこうやってやっちゃったり、あと夏希のリアルママですねリアルママの手こうやってやるとそれやめてって言われるので、そう、あんまり人にやらない方がいいよそれって言われたので
っとやらないようにしようと思いました。はぐれないようにちゃんとママと手をつないでね。ちょっとはぐれないよね。私もう20歳だよ。私もう20歳。そう、今日のエンジンじゃないですよ。今日の今日のエンジンでさ、こうやってなってたらすごい瞬間を捉えられちゃってる。握手会が復活したら甘え放題だよ。確かに手離さないかもよ次の人がまだですかねって。剥がし VS 夏木お時間です。すいません、スイズさん、お時間です。そうなったらさ、どうなるんだろうね。この私が話さなかったらさどうなるんだろうね。なでなでしてって言ったり、手をつないだり、サンキューの甘え方かわいい。なでなでしては萌えもだね。萌えもなでなでして、私はなでなでしては言わないけど、ねこうやってやる。なでなでしてって口で言わないで、あの目で訴えるので、なでなでしてで、あのファンの方にやったことあるんですよ、お見送りで。多分伝わらなかった伝わらなかったので、これも空振りましたね空振りすぎ。私は甘えられないみたいです。確かにみんなが怒られる。みんなが怒られちゃうね。剥がしの人にも甘えるってそれ剥がしの人困っちゃいますね。さすがに甘えないです。夏希ちゃん剥がされるかもね。なんかさ、机2個とかになりそう。前に公演 MC で驚いた拍子にキャプテンに手をつないでた。私がですか？驚いた拍子にキャプテンに手をつないでた。私がですか？ちょっと待って、記憶にない。記憶にないかも。癖で出ちゃってたのかな。いつの？離さないで。待って、離す。ののかちゃん、ののかちゃんだ、それ。離さないで。なっちゃんはよしよしして。あ、そうかもね。確かになでなでじゃなくてよしよし派ですね何の話？よしよし派です。コメントが飛んで今ママのところまで戻ってきちゃった。ママー、マリナママー、さやまるからもおすすめされたので来ました。なんですって？さやまるちゃんにおすすめされた？嘘。イエーイ、さやまるちゃん、さやまるちゃん元気かな。そう、私の空振りを頑張って受け止めてください。あ、でも私はそんなに甘えないですよ。ちょっとそんなに甘えないですよ。もうなんかあれだよね、そんな別に定期的にこうやってよしよししてねってやってるわけじゃないですから、はい、私はそうです。だからいつもやってるわけじゃないので。
のやつ離さないで。急になんか急にみんなを話してる。いや、いつもやってるわけじゃないですからねってまあそのうん、どうですか、みんなから見たらどうですか。おしゃべり会の時とか私甘いですか、それともなんかどういう感じですかなんかちょっと自分でわからないですよね。ユーハ？ユーハの甘え方？ユーハの甘え方はでもなんかよくすっと隣にいるかもしれない、距離的な。え？甘いの？本当に？甘いんだってちょっと待って、赤ちゃんですねっていうのはどういう感じですかね。塩水？塩水ってしょっぱいですよね友達がおしゃべり会行ってる、あら嬉しい。じゃあぜひお友達と連番でぜひ連番でいらしてください。お、話しやすい、お話しやすい、嬉しいですね。あ、おばあちゃんからお父さんの若い頃の写真が届いてますね、後で見ましょうでも私が甘えたくなるとき、それはどんなときでしょうかね ちょっと笑顔で頑張ってるなとは思う。みんなとねおしゃべりするの楽しいんですよ、私すごく。だからずっとニコニコでした。なっちゃん推し、あら嬉しい。あ、そう、前回のオフライン猫ちゃんやったんですけど結構猫だったでしょ。オンライン後半の企画、オンライン後半の企画、あー11月何日かだけ飛んでたかな、12月は出してたけど、うん、何日が飛んでたっけな、1日だけ飛ばしちゃったかもしれない。でもその他は出てるので X を見てみてね。 TikTok で踊ってた猫と違う猫です。見て尻尾で見て尻尾って見えたでしょ、尻尾をね見せたかったんだよみんなに、せっかく尻尾つけたからね。そう、スーパー子猫ちゃんの写メはそろそろ終わり。さあちゃんの耳は昨日ユーハちゃんがやってたウサギの耳の色違い、多分違うと思う。なんかね私のね猫耳はねもっとねなんかモッサモッサモッサ猫耳みたいな感じです。ユーハはあれ違う、ウサ耳の方か、ウサ耳はモッフモッフモッフウサ耳、ユーハのウサ耳はウサ耳っていう感じだったじゃないですか。私のウサ耳はモフウサえ、これ伝わる？わかる？言ってる意味
ちゃんの写真はまだありますか？うわ、あるかな。でもね、同じような写真しかなくって、ちょうどあの時早着替えだったんですよね。部の間が15分しかなくて、うさぎからジンベエに急いで着替えてたから、同じような自撮りの写真しかなくて。そう、もしあったら送るね。尻尾見れなかった。あ、本当？尻尾見れなかった。ついてたんです。自分に予期せぬ尻尾ついてて自分でも笑った。え、予期せぬだったの？予期せぬ尻尾。みんなに尻尾生えているかもね。尻尾見たらなつきちゃんの天使の尻尾見たくなって泣いてる。わかる。私もやりたい。恋はいたずらな天使の尻尾、いつかやりたいですね。伝わった。イエーイ、伝わった。ワルキー、あ、そういえばさ、なんかさ、今度カラオケで歌ってほしい曲の中にワルキー入ってた。割とみんなが言ってくれた中に。天使の尻尾ね、風船こうやってねやるよね。あの HKT さんの石松ゆいなちゃんが天使の尻尾で風船を天井にこうやって飛ばしちゃったのを見ました。上に飛んでっちゃったやつ。カラオケで歌いたい曲はランキング発表するの？あ、ランキング発表はしないんですけど、その集まった曲の中で自分が歌いたいなって思った曲とか、あとは多かった曲とかを今度歌おうかなって思います。風船をもらった人が新幹線で持って帰るの大変そうだった。しかもさ、目立つよねこうやって可愛くない？これで新幹線待ってるってことでしょ。可愛いね、それ。夏希そのまま、夏希ね、ちょっと恥ずかしいかな。その風船ってさ、しぼんじゃうのかな。しぼんじゃうタイプなのかな。風船もらったらさ、どうしてるの？置いてるの？それまで、その公演が終わるまでさ、どうやって持ってるの風船って。こうさ、公演中にこうやってやるわけにもいかないじゃん。こうやってる、持ってるの？そう、風船しぼんじゃうとさ、寂しい気持ちになるよね。しぼまないの？なんかさ、しぼまないさ、やつあるんですよ。そう、白いカゴに入れておく。なるほど、カゴでお留守番ですね。あれ、なんか痒い気がする。手の甲を噛まれたかな。やだね。そう、手離したら飛んでいっちゃうって大変。カニカマです。カニカマ、カニカマ、カニカマ、カニカマ。そう、私 B 型なのによく噛まれる。でもなんかね、メールの返信でね、千葉県民は、千葉県民の蚊に噛まれるランキングは17位ですって教えてもらった気がする。私の記憶が正しければ。
17位、千葉の地は17位にランクイン。新潟は何なんだろうね。前も B 型ね、B 型の人、なんか私あの前ね配信で聞いた時、私のファンの方 B 型すごい多かったんですよね。なんでなの？そう、分かる、ランキングあるらしい。O、 O 型、 A 型、 B 型。今日車に1匹いて3箇所やられた。うわっやだ、その閉まってる空間に蚊がいたらもう逃げられないよね。なっちゃんに輸血できます。助け合いですね、それは。わし O、 あ、 O なんだね。 AB、 A、 あ、パッと見 B、 B 型と O 型が多いかな、私の今のこのルームでは。いやでも AB もすごいね。 AB ってこんなに集まるの？かゆい。カニカマ、カニカマ、カニカマ、ここなんか赤くない？カニカマ。忘れていた大事な何か。私もオオカミとプライド、ユーハとやりたいと思ってました。あとはハートの独占権とか。大型は全部の方に送れる。え、そうなんだ、それ大型だったか。私は BO です。 BO ボ私はボです。大型と B 型は相性縁やで。そうなの？やった、相性いい。あれ、かゆいな。あ、隣のバナナもやりたい。わかる。お兄ちゃんと弟さんは A、 ママも A、 パパが AB、 私が BO。 珍しい、珍しい。なんかその流れでなんかね、あの何、結構こだわったりとかするところはするから A 型だと思ってたんですけど、 B 型でした。だってお兄ちゃんも弟もお母さんも A だから、そのまま A だと思ってさ、お母さんが AO っていうことを知らなかったから、あの一人で採血行ったんですけど、その発表される前にね、お医者さんに、これ話したかな、お医者さんに「何型だと思いますか？」みたいな言われて、「いや A 型だと思います、結構自信ありますね」みたいな感じで喋ってたら、「水田さんね B 型です」って言われた。で静かな病院に「って響いて、もう一回やってくださいって思った。絶対に嘘だ、絶対に私は B ではない。お医者さんに説明したもん、お母さんが A 型でお父さんが AB 型なんです、 B 型じゃないですよねって言ったら、お医者さんはお母さんが AO でお父さんが AB だから、その後ろを取って BO なんだよって説明されて、って言って帰った。で紙もらったんですけど BO って書いてて、そんなこともあるんだ、しばらくは信じられなそうだと思いながら。え、そう、私がなんで A 型って思われるか。私ね、あのすごい前も言ったけど、初対面とかパッと見
すごい真面目に見えるんですよ。すごいしっかり者だねみたいな。あ、しっかり者ですよちなみにしっかり者なんですけど、すごい真面目だねって言われがちなんですけど、多分それは初対面だからなんですよね。猫かぶり機、最初強がり機。でしょ、第一印象真面目でしょ。そう、しっかりしてるよしっかりしてるよ。汗汗汗汗汗汗。そう、心を開くと B 型でも確かに B だなって思います。自分で確かに B かもって思う。なっちゃん秋っぽい？いや、どうなんだろう。なんか秋っぽいっていうより、興味あるものにはすっごい興味あるけど、興味ないものは本当にアンテナ折れてるみたいな感じ。秋っぽいかな、どうなんだろう、うん、どうでしょうか。ちょっとやべえやつなところもある。やべくないですよやべくないです、やべくない。でもスイーツ部の新入ウィンが部長はしっかりしてると言うてました。やったねねえ、だってね、しやすく冷めやすい。あー、うーん、どうだろう、どう思う、うーん、どうなんだろうね。だから多分興味あるものはもうボーって燃えるけど、そこから急にパタッとなくなることはあんまりないと思います。なんかパタッてなくなるくらいのものだったら多分最初から興味ないんだと思うんですよ、私の場合。裏の顔とかあるの何裏の顔、こういうこと。裏の顔です、表の顔ですなんかあの自分でさ、これが表でこれが裏でとかさ、わからないけど、割とみんなに素は出してるつもりですよ、あの配信とかで どうなんだろう、表っていうのはステージに立ってる時ってことか。なんかステージに立ってる時は結構責任感強いですね、私。けどあとなんか外に出るとしっかりしなきゃってすごい思うんですよ。でも家に帰るともう自分だけだから全然しっかりしないです。もうぐでたまです。家に帰るとぐでたま、ステージに立つとシャキシャキ。いろんなことをやってるけど、ギターとキュウリは長続きしているよね確かに。あとずっとサウシードッグさんも好きです。夏希ちゃんに愛してもらったらずっと愛してもらえそう。それは私ね、自信がありますよ。絶対私そのタイプだと思う。なんかあのいろんなもの、趣味とかずっと好きだから、ずっと好きだから、いや、これは将来の旦那さんおめでとうございます将来の旦那さんおめでとうございます。私は自信がありますので頑張ってください、あなた次第ですう
自分もね、してるものはすごい熱するけど、なんとかは温度すら上がらない。それは私タイプですね。あざといと思われがちね。それだ、そう、私あの初期から、初期にすごいあざといって言われた時に全然本当にそんな気がしてなくて、自分であのそんなことないですよもうセットであのキャラだと思われててえ、本当にわからないと思って。え、あ、皆さんどうしたんですか、急にあのありがとうございます将来の旦那さんがいっぱいいるんですけれど、これはどうしようかな、うん困った困ったな、うん、あなた次第ですはいいね。いや、そうですよ。私はあのはるちゅんに、あの何、あのなっちゃんはあの将来旦那さんができん、旦那さん将来パートナーが同じ意味だな、将来そのペアが何バディ、言い方わかんないができた時になんか振り回されて泣いてそうって言われました。すごい言われようじゃない、なので泣かせないでくださいするところまでセットでキャラと思われてたの。え、なんかね、いまだにな気がする。なんかそう、あのなんだっけ、それ分かっててやってるよねとか言われるの、助けてって思いますバディ、バディってなんかプールの時に使いました。萌えセリフ、あー確かに萌えセリフでそうなったのかな。いや、なんかやたらはるちゅんが私の将来を心配してくるんですよ私の将来を、なっちゃんって結婚できるの、なんか人に興味なさそうって言われるんですけど、しかもあの私からそういう結婚の話とかしてないんですよ。してないのに突然はるちゅんからなっちゃんって将来結婚できるのかなってガチトーンで定期的に心配されるので、ちょっとどうしようかなと思っています。でも確かにそれをお母さんに言った時に分かるって言われた。なんかサバサバしてそうって、あ、なんか跳ねてる。そう、あ、 B 型らしいの？アンテナ生えた。そう、はるちゅんに言われました。それちょっとはるちゅん当たってるよっていうやめてー当たって、そんなそんな、なんか前髪の雰囲気いいね。え、前髪の雰囲気いい、本当に私ね、前髪今好かれちゃっててね。はるちゃんは騙せないいや、なんかすごい、そんな心配するって、まだ考えなくていいのにって思うくらいはるちゃんにすごい言われるんですよ。はるちゅんはもう私のことをすごい心配してくれる、もう私を、私の守護神みたいなものなので、私のことをずっと心配してくれてるし、今でもなんか応援してくれてます、活動を。ちょっとはるちゅん鋭いところついてくるねとか言わないのはい、ということでちょっと将来が心配になったところでこの話題はやめましょうか逃げよう逃げようすいすいのがお姉ちゃんか、え、ほんと？やったね。はる
チュンは末っ子感あるよね。末っ子なんですけど実際。そう、はるちゃん個人マネージャー、私のね、私のマネージャーさんなので。でもさ、そういうのってさ、結構さ、あの身の回りにいる人の話って当たるっていうからね。未来変えていきましょうね。あれ、アンテナなくなっちゃった。アネチュンは、アネチュンがいるので末っ子です。ね、そうじゃんね。ね、ブースティーのイベントの申し込み最終日ということで、こちらのブースティーのお話をしたいと思うんですけど、ブースティーについて詳しく知っている方はいらっしゃいますか？大人になれば変わるかな。あれもう大人なんですけど、一応ハイタッチができると聞いて湧いてます。え、ね、そう、ハイタッチができるってさ、私もハイタッチ会に参加したことがあるんですよ、中学生の時に。 K-POP アイドルさんの、 TWICE さんのハイタッチ会に。あんな感じかな。ハイタッチをハイタッチだと思っていたユーハさん。え、ちょっと待って、ハイタッチをハイタッチだと思っていたユーハさん。え、日本語と英語が一緒の言葉だと思ってたっていうことで合ってますか？ちょっと待って、ハイタッチってなんだ。ハイ、ハイ、イエーイ、気分がハイタッチってことかな。ハイタッチは HKT じゃないかなって思ってます。え、ね、そうなのかな。ちょっと、え、そうなのかな。 K-POP ってハイタッチするんで。そうなんだよ。そうそう、私はあの一瞬で、はぁ、かわいい、キラキラしている、すごいって思った記憶があります。え、そうなの。ハイタッチは HKT さん。あら、そうなんですね。この前の HKT のリュウトウちゃんとフリフリハイタッチ、これ何、リュウトウあやねちゃん、私の夢に出てきた。勝手に夢に登場させてしまったリュウトウあやねちゃん、本当に可愛い。14歳だって、まだ14歳。高いだよ。え、高い、高いタッチってこと。え、ってことは高いところでタッチするからハイタッチってことは、ロータッチ。待って、どういうこと。これちょっと気になる、真剣に話したい、このハイタッチについて。HKT はメンバーあたり最大3部、NGT は最大4部と書いてあった。うん。ね、14歳、小さいよね。こんな。大事に育てていきたいと思います。私お会いしたこともないんですけれど、可愛いなと思って密かに見ています。へえ、高い場所でのタッチ、なるほど。HKT は誰がおすすめですか？だって、うーん、私皆さん大好きなので。しかも私の立場上、こう一人を一人をピックアップするというのはなかなか厳しいものではありますが、本当に皆さんのおすすめです。 HKT さんは色で言うと、可愛いよりですよね。あの NGT が儚い系
楽曲ね、はかな系だとしたら、あ、でも最近は可愛いだけじゃないんですよね、 HKT さん。DD ですか、どうでしょうかどうでしょうか。去年の横浜赤レンガでいぶきちゃん気になりました。言葉にできなくなっちゃった。確かに元気系、あのフェスとかで盛り上がる系もすごく多いし、最近あの何ですか、 HKT さんのかっこいい系の曲はギャップがあってすごく素敵だし、あのね、どこのグループにもあんまりない色なんですけど、あの柔らかい癒し系の曲があるんですよ。なんか癒し系の曲っていっぱい、もちろん、あ、これ直してなかったあるんですけど、私のドストライクに入る優しいふわふわした曲とかもあって、なんだろう、声なのかメロディーなのか、がとっても大好きですね。昨日のドラニハナちゃん、ビビアン、マリアの写真がエモすぎたねえ、見ました、おほほほ見ました、見ましたよ、私も見ました。柔らかい癒し系の曲ぜひ紹介してください。こちらはあの私メールで何回か言ったかもしれないんですけど、ひまわりの水彩画、こちらとてもおすすめとなっておりますひまわりの水彩画はもういいですよ。あと私なんだろう、癒し要素もあるし、可愛いポップな跳ねる要素もある、十分幸せ、私はこの2曲が大好きですという感じですね。私今体勢変なんだよ、椅子に座ってるんだけどさ、新しく買った椅子に、あのひらがなのへみたいな形、今こうやってひらがなのへにしてます。最近の曲全く分からなくなってしまった。いやでもそうですよね、私もそのアイドルになる前まではもうずっとひたすら聞く聞く見る聞くをしてたからついていけてたんですけど、ちょっとでも自分の活動にすごい専念してると分からなくなってきちゃう。あ、見て、ピグレットの絵、え？かっこいい系曲か、かっこいい系だと何の曲が好き？わー迷うよねそれ。え、絶対さ、私さ、ここで今言った後にさ、後からわこれも好きだったとか出てきそうですけど、最近はこんな時代にが好きです。柳瀬レイヤちゃんがセンターです。なんか不思議なオーラをまとってるんですよね、あの曲は。かっこいい、なんて言うんだろう、ちょっと見てみてください、かっこいい、なんかね、独特な雰囲気を感じますよ。音かな、大人列車、私もやりたい大人列車。 SKE で好きな曲、あ、 SKE さんで好きな曲、うわー、こちらもいっぱいあるけど、うーん、賛成かわいいはずっと好きですね。
何が好きかな。あ、なんだっけ、今いろんな曲が頭の中で流れて分かんなくなってきちゃった今 HKT さんが頭の中で流れて、メイクノイズいいですよね。わかります。あれ、私昨日聞いてたかも。そういえばメイクノイズ、私たちのウィスパーボイスは何かがいるよ。スイスイの空き缶もめちゃくちゃ好き。あら、ありがとう。あの、私なんだっけ、あ、そう、おしゃべり会で最近空き缶パンクやらないねと言われるんですけれども、そろそろやるのでお待ちください またメールで紹介してほしい。あ、ぜひ紹介します。あの、それぞれ、でもさ、1曲ってなると私絞れないよ多分。君とどこかへ行きたい、これね、私実は君とどこかへ行きたいオーディションで踊ったんですよねあれ、踊ったんだっけ。そう、踊ったんですよね。実は言ったことなかったんですけど、ずっと曲名伏せてたんですけど、この流れなので言っちゃうと、君とどこかへ行きたいをこの NGT のね、二次審査で踊りました。なんか自己 PR できるところがあって、あの1、サビの1周目はオリジナル振り付けを踊って、サビの2周目をあの創作ダンス的な感じで踊ったんですよ。オンライン面接だったので曲を流しながらやりました。これトンボ？トンボ捕まえて、あれ？ちょっと待って、コメント飛ばしちゃったかな。私が語りすぎてどこか分かんなくなっちゃった。すごい、私がいろいろ喋ったからさ、コメントもみんな頑張ってついてこようとしてくれてさ、散らばっちゃってさ何から読んだらいいかな。うん、ごめんね、私が喋りすぎた じゃあ、どうしよう。そう、サビの1周目は本家の振り付けをやりました。2周目は自分で考えた振り付けをしましたちょっと B 型出てた、 B 型出てたよ今すいません皆さん、話の流れが早くて私もびっくりしました今新潟に初めて来たのは最終審査の時？いや、旅行で来たことあります。スキーしました。スキー、今日の夜ご飯、今日の夜ご飯、あ、ステージが終わった後にカレーライスを食べました。まとまるまでいい子で待ってる、ありがとう。後では匂わない、後では匂わないかも。なんかできるって言っていいのかわからないけど、滑れるくらいには滑れます。滑れるくらいには滑れます。お疲れの意味を込めてか。もえもどうしよう、これはもえもに通報かなラゴのカレー、ラゴのカレーですよ。ワルキーは匂うかなだからワルキーは匂わないでしょ
どう考えても思い出公演のセットリストにないですから、そう匂うわけがないんですよ。なっちゃんシンポジの匂わせあります？いやーそれはちょっとわからないですね。わからないです。でもあ、でもやめとこう。最近ポキさんはモツコって叫んでいきます。確かにモツコよく聞きますね。蒸発したスイスイは匂いません、ごめんなさい。え、何も匂わないって、これ私さ、いるのかな。公園匂いませんね。思い出公園匂いませんね。一応名前あるけどね、名前あるけど。みんなが見たいユニットが匂ってなくて悲しい。みんなが見たいユニットあるよね。そうだよね、ごめんね。あさっていないのかな。姿をファッと消してしまうのか。あ、そうなんですね。9月29日ななみんポーチやる人いない。あら、それは声なしになっちゃうかもしれない。いやまあでもね、みんないろんなポジションできるので誰が入るかはわからないですよ。そんな私の方を見ないでください。皆さん私の方を見ないでください。そんなに。えね、私も後でやりたいの。そう、後でやりたいんですよ。でもちょっと回ってこないみたい。お、あさっては18か。待ってますね。わちゃこんなスイスイあったらびっくり。なんでよ。大人スイスイじゃん。大人スイスイじゃないの。怪しいね、わかる。なんか詰められてる私。そんなに見ないで。違った時なんか申し訳ないからさ、そんなにちょっと見ないで、細めで見て、こうやって。顔に出ちゃうからさ、ちょっと顔に出ちゃうから、しばらくこれで配信するねっていう感じで。なんかスティッチみたい。僕スティッチ、じっと目で見ておきます。いやー、もっと詰められてるみたい。もっと詰められてるみたい。あ、でも大人になる前にやりたい私。だからさ、4期生が踊ってるさ、大人になる前にのさ振り V 保存してるんだよね私。勝手に一人で踊りたくて。自由な夏希さん、本当にそう、いつも自由なのにありがとうございますね。ありがとう。え、でもみんなもいろんなポジション頑張ってますからね。私はなんかね、私がいろんなポジションをやっている理由はですね、自分のスキルアップもあるし、もちろんいろんなのを覚えたらその度に頭を切り替えないといけないので大変なんですけど、なんかね、それをや何回もやっていくと覚えるのも早くなるんですよ。でいいし、あとはやっぱりなんかね、その何かにつながるかはわからないけど、そのやったのがなんか何見返りを求めてるわけじゃないけど、
何かにつながったらいいなって思いますね、ちょっとでも。しかもやっぱりさ、いっぱい覚えていっぱい公園に出たらさ、いっぱいみんなに会えるしね、それも嬉しいですよね。ね、大人になる前にやりたいです。私やりたい。そうなんです。あ、しっかりしてますか。ありがとうございます。ありがとうございました。わかる。急になんか情熱大陸みたいになってきちゃった。この角度です。はい、何かにつながったらいいかなって思ってます。ダーウィンが来た。いい子いい子案件ありがとう。やったー。いい子いい子案件。髪跳ねてる。あ、ちょっと。ちょっと。いいよ、この子気に入ってるもん。私の分身なんだから、気に入ってるから一緒に出演しようよ。あなたにとってアイドルとは。ここに出てる、こうか、縦か、絶対出てるよ。これでもうさ、フェスとかもさ、残りあんまりもう数ないけど、せっかくね、ファンの方が見に来てくれてるからね、そのフェスの終わった後とかに反対側いて全然見えなかったとかね、聞くんですよ。それがすごいなんか、あ、せっかく来てくれたのに、もうちょっと、もう少し、ちょっとだけこんにちはってできる位置にいたら、私が入れたらその子も その方も楽しめたかなとか思って、そうだから、そのために頑張ります。これわざとじゃないんですよ。どうしても立ってしまうんです。前までいたっけな、この子、急に姿を現した。急にファンタジーになったり、見てて飽きない。え、いい意味それ、いい意味、急にファンタジーになるっていい意味かな。インタビュー動画撮影編集担当します。あ、高画質でお願いします。そしてなんかちょっと逆光っぽい感じで、背景は黒でお願いします。なんかね、今日のハーフツインね、不思議なハーフツインなんですよ。いつもはここの辺についてるんだけど、なんかコラショみたいな位置についてて、みんなコラショってわかりますか、ベネッセのなんかコラショみたいなんですよね、今日は。コラショ、最近は割と先輩方がハーフツインをされていたので、あ、ちょっとこの子も出てきちゃいましたね。なので今日は久しぶりのハーフツインでした。あら、アンテナダオもコラショ懐かしいよね。おはよう、朝だよ、今日も頑張ろうね。すごい子出てきた。あー、帰ってください、帰ってください。あ、帰っちゃった。頑張ろうね。そう、なんなのでしょ、その目覚まし持ってた？一緒だね。
これあのすごい固めてもらってるので重力に逆らうんですよね。え、すごくない？スプレーのすごさがわかるよね。これ落とすの大変なんですよ。あのね、トリートメントをまずいっぱい塗って流して、シャンプーして流して、トリートメントして流してってしないといけない。なんかかっこいい。いや、わかる。なんかさ、スナフキンみたいじゃない？ムーミンのこれ草みたいな。スナフキンです。なんかかっこいい。え、本当？ありがとう。かっこいいって、よかったね。あれ、コラショ書いてる人と仕事したことある？すごーい、コラショ、サインの代わりにコラショをもらいたい。スプレーがジゼなのでわかります。あら、わかりますか、この大変さが。たまに紙に残るとパキパキなんですよね。確かに、いろんなキャラクターが出ちゃった。今回は黒のケープです。黒のケープです。スナフキン知ってることに驚いた。本当？知ってるよ、スナフキン。あ、羽だったか、草かと思っちゃった。違いました。いっぱいぬいぐるみくれた。コラショのぬいぐるみ、私コラショのぬいぐるみは持ってなかったな。そう、黒のケープがあるんですけど、これ本当に動かないです。本当にもうね、岩です。カッチカチになるので、ぜひアイドルになるときは使ってみてください。そう、黒はガチなんですよ。でも私は普段あんまりケープを使わないんですね。トリエか金色のスプレーなんだけど、今日は東京メイクさんにやっていただいて、その方が黒のケープをかけてくださって、こうなりました。今度アイドルするとき使ってみる。もうぜひぜひ使ってみてください。私はね、普段から別に使ってる人じゃないんですけど、おすすめします。そう、なんかそういう資格を持ってる人しか買えないスプレーがあるらしいです。かっこいいよね。私なんか人のやっているお仕事がすごくかっこいいなと思って、すごく関心があるんですよ。多分皆さんは過去に私が配信で照明さんがとか、カメラマンさんが、音響さんがとか熱く話してるのを聞いてちょっとわかるかもしれないんですけど、その人のお仕事がすっごくかっこよく見えて、なので今日も東京メイクさんに、あの、何年前からこのお仕事をやられてるんですかとか初対面でいろいろ質問しました。なっちゃん前にマイク持ってましたもんね。そう、こうやって、あれすごい重たかったの。あの、いつも最後の DMM のコメント、ありがとうございましたみたいなのアーカイブに載るんですけど、それを撮るときにね、こういうマイクをいつも持ってくださってるんですよ。でも私がそれを体験したときに、重たすぎてもう腕がなくなるかと思ったんですね。本当に重たかったの。だからそれを経験してから、もうなるべく早く撮ろうって意識するようになりました。
待って、他人に興味ありまくりだって。確かに他人に興味あるじゃん。よかった、結婚できてそう、確かに私浮いてたね。あー、技術系に興味ある。確かにそうかも。お仕事終わった？お疲れ様、お疲れ様戻っちゃった。なんだっけ、そうそう、それで東京メイクさんに何年前からですかって言ったら、なんかその何年前からやってて、その前はこういう仕事をしていてみたいな聞いて、ずっとこうやって目がキラキラだったみたいで、すごく目がキラキラしていますねと言われた。それで私はアイドル3年目なんですよって。で、今おいくつですかって言われて、20歳なんですって言ったら、だから目がキラキラしているんですねって言われたで、アイドル3年目で20歳はガチやべえっすよって言われたガチやべえっすよってギャルでしたで、ガチやべえですか、ありがとうございますって言いました。ガチやべえんですねえ、見た目は全然ギャルじゃなかったんです。喋ってたらギャルでした。20歳で3年目はガチやべえっすよ。ガチやべえですかちょっと今考えたら面白いんですけど。でもさ、そう、レイニャさんのさ、今の年齢とさ年数聞いたら、もうその方ひっくり返っちゃうじゃない。ガチやべえにですかってつくとじわるガチやべえですか、本当ですかね、本当に声失っちゃうよ。 DMM のアーカイブで言う、去年の生誕祭見てた時はなっちゃんの可愛さがパワーアップしてる。あら、本当ですか、嬉しいですね。それは今前髪は見ないでください。ガチやべえもなつきちゃんが言うとホワホワになえ、なってた、ホワホワになってた、よかった。確かに私さ、絶対ガチやべえってさ言わない言葉ランキングに絶対ランクインしてるよね。人生で言ったことないかも、友達と喋ってて。そこまでいくと本当にすごいですね確かに敬語になりそう、はあ、本当にすごいんですね。確かに、その前髪の雰囲気ファンもいますよ。ありがとうございます、救われましたので隠しますフ一回振り切ってギャルするのつきちゃん見てみたい。絶対さ、それやったらさ、まず事前練習が必要。事前練習たくさん予習して、慣れさせて本番でも絶対疲れると思う。なっちゃんの言わない言葉ランキング、私言わない言葉ランキングなんだろうな。ガチやばいはギャル、確かに。私そもそもガチって使わないのかな、ガチって。さっきスプレーの話の時にガチガチは言いましたけどなんていうの、すっごく、とってもとてもとか。確かにそうかも。
夜でしたかとかは聞けなかった。いや、その時それが違和感を感じなかったんですよ。ガチやべえですかって普通に話してたからその時違和感に気づかなかった。後から考えて、あ、夜だった。なつきちゃんはめちゃくちゃとか言わない。確かに今めちゃくちゃって言ってみて口が慣れてないです。めちゃくちゃ終わった後バタンキューしそう。わかる。ただでさえバタンキューする私が。私バタンキューって小学校3年生の時に覚えた言葉なんですよ。なつきちゃんがギャルになったらガチやべえ待って、リアルガチ言わない、言わないね。リアルガチってさ、なんかかっこいいな。なんか流行っていう感じがする。リアルガチ、え、リアルガチやべえってことですか？う失礼しました。なんかテンションが上がりましたね。今度めちゃくちゃとガチやべえの練習しようねあ、ぜひお願いします。なんとかじゃね待って、ねえ、すごいね。みんな私の言わない言葉ランキングをさ、あの、ことごとく当ててくるね。すごいね。なんでそんなに、なんでそんなにさ、当たるの？思いつくの？なんで明確に小3って覚えてるの？小学校3年生の時にバレエを、ダンスのこのバレエをしているお友達がいて、その子が昨日バタンキューしたって言って、何その素敵な言葉かっこいいって思って意味を調べて覚えたので記憶に残ってます。まちょっと待って、すごい、私絶対言わないよね。ちょっと待って、一回やってみていい？ま、ガチやべえー絶対言わないななんかちょっと変な感じになりましたそう、かっこいいと思ったの、バタンキューが。スイスイの子あれ、これ誰の配信面白い。え、そうだからね、あれがね、あれすごく練習しました。マジスカの、マジにならなきゃ勝てねえよ、行くぜロックンロール、これ楽屋ですっごい練習しました。ユーナとかにもあの手伝ってもらいました。ありがとうユーナ。で、どうって言って、いや、もうちょっとこういう感じで声の出し方とか教えてもらって、だから次言うことがあったら上手にできると思う。あの時の教訓を思い出して。そう、もうね、ステージ出る直前までずっと練習しててね、あの子で、おーおーおーってね、自分のできる最大の低さの音をずっとあーって言って、で、マジに、マジに、マジにって、なんかバグったコンピューターみたいな感じでマジに、マジにってずっとやって本番を迎えましたで、かっこよかったですか？私のセリフ。私実はあんまりあの時セリフ言わなかったんですよ。こう影を潜めて、息を潜めていたので。お、よかったでしょ？そう、練習したの。ありがとうありがとう。あとは誰だったかな、ダンスの先生、ダンスの先生に
あの空き缶パンクのくたばれとかスイスイ言っちゃダメだよって言われました。スイスイ言っちゃダメだよというまさかのストップがかけられて、私はまだちょうどそこのポジションを見事にやっていないので言ったことはないんですけど、あとスタンドを足で上げちゃダメだよって言われた。イメージなのかな。あ、大事に育てられてるんだね、守ってもらってるんだ。でこのみんなの星がさ、絶対同じ言葉だよね。あ、くたばれ聞いてみたい。それはまた練習しないといけないけど、楽屋が怖い感じになっちゃうので、もっと誰もいない倉庫とかで練習しようと思います。もしそこやるってなったら、はるちゃんの、私はるちゃんがみゆみゆさん、はるちゃんポジに入った時のくたばれがすっごい好きなんですよね。はるちゃんはやっぱり演技をいっぱい経験されているから、なんか表現力がすごく素敵で、でも演技する前から私はすごい表現力が好きだったんですよね。これ全然私が加入する前の話なんですけど、いろいろ映像とか見て表現力が素敵ってずっと思ってて、そうだから私は気になってたんです。パフォーマンスする時のすごい輝いてて、あのあとフリーの好きに動いていいよの時の動きとかも好きだったな。そういえばそう確かに、ね、はるちゃんの自然渋滞はもう唯一無二ですよね。もちろんこの間ななみさんがやってて、ななみさんも大迫力の歌声だったんですよ。すごかったよね、あのかっこよかったんですよ。私も踊っててマイク開始から聞こえてくるななみさんの声がかっこよすぎて、すごいかっこいいと思いました。はるちゃんはもう なんだろう、初披露の時からもうずっとかっこいいですよね。私はあのこれサービスエリアの手前でのところを、周りはこうね回るじゃん、でもセンターの人だけずっと同じ位置なんですけど、ここのはるちゃんのこれが大好きなんですよ。このドッドッってやつ、これがすごい好き。あと目力がすごく好き。自然渋滞、はるちゃんダンス本当に好きです。大きいし、なんか大迫力、かわいい、お顔かわいいけど、すごいなんていうの、あすごいパフォーマンスがすごい惹かれるっていうのがある。ずっとこれずっと変わらずです。なので一生尊敬してます。わかる、自然渋滞のはるちゃんもちょっとでもこう指を近づけたらわっってなりそうですよね。うん、はるちゃんのパフォーマンス大好き。私MC もすごいですよね。なんかもう絶対に大声はるかっていうのを残して帰っていくというか、どんだけ短い尺でも、今日もだったんですよ。今日も本当に数秒の尺喋るだけだった、本当に二言三言とか喋るだけだったのに、はるちゃんを残してました。
あれはもうすごい。いや、ポンコツのはるちゃんいいですよね。わかります、よくわかります。そうですよね、いいですよね。あれもなんかはるちゃんにしか出せない表現。これはもちろんなんか人と比べてるわけじゃなくて、なんかね、何をしてもはるちゅんじゃない間違えた、口が勝手にはるちゅんって、あのはるちゃんにしか出せないものがどのジャンルでもあるんですよね。儚い曲とかもそうだし、うん。そう、今日曲振り前、二段階曲振りだったんだけど、はるちゃんがそれでは続いての曲を準備をしましょうっていうところを、準備をしてくださいって言ってみんなざわついた。準備をしてくださいってなってました。ああ、そう、空き缶のはるるんが好きすぎてって、かいりさんがそのはるちゃんのポジションに入るときに DMM でずっとはるちゃんの空き缶パンクを見て、この歌い方かっこいいって言って、あのそれっぽく本番歌ってたので、だからもう後輩とか関係なしに、もうみんなから尊敬されるパフォーマンスなんだなと思いました。本当にすごいかっこいいですよね。わかります。ね、面白かったよね。私喋り早くなってた？私さ、おしゃべり会の時もそうなんだけどさ、話に夢中になるとさ、早口になって息吸えなくなるんですよそう、なのでオンラインおしゃべり会の時は毎回ペットボトルを2本飲み干して3本目くらいでおしゃべり会が終わります。オンラインおしゃべり会の日はすぐここに用意してるので、頼むから深呼吸してください。はい、吸って吐いて。喋ってたのでずっと吐いてましたけど、それを巷ではオタク特有の早口と言います。オタク特有の早口、私も参戦させていただきます。ひのちゃんになでなでされるねなんでなんでなんで、あのひのさん最近赤ちゃんなんですよね。これ公演でも言ったことあるんですけど、最近ひのさんも甘々モードですごい可愛いんですよ。ずっと楽屋でね、赤ちゃんしゃべりするんですよ。自動販売機にみんなで一緒に行こうってなった時に、ひのさんがマッサージをされていて、でもちろんみんなでひのさんを待とうとしてたんですけど、ひのさんはみんなが行っちゃうって思ったみたいで、行かないで、ひのも行きたい、置いていくのってってずっと泣いてて、みんなで「いや待ってるよ、もちろん待ってるよ」ってかえりさんとかが言ってて、で私が外から「赤ちゃんだ、ひのさん赤ちゃんだ」っていう、これが最近の楽屋のルーティンですね。かわいいよね、それが本当にかわいいんですよ。日野さん本当に最近は赤ちゃんなんです。でもそうそう、それを言うとね、スイセンに言われたくないよねっていつも言うんですけど、いやそんなことなくて、スイセンは赤ちゃんしゃべりしないですよ。スイスイは赤ちゃんしゃべりしないので、うん、ひのさん
よりは全然年上なんですよ最近。そう、癖強いでしょ。癖強いです。楽屋っていつも癖強いです。みんな日野ちゃんがスイスイによく泣いてるって言われる。え、日野ちゃんがスイスイによく泣いて、そう、よく泣いてます。いつも赤ちゃんしゃべり、いつも赤ちゃんしゃべりやん。そんなことはないです。待ってるよ赤ちゃん言葉。言わないですよ赤ちゃん言葉は。スイスイから見る赤ちゃんズのメンバーは誰ですか。え、ちょっと一覧表欲しいですね。みんなのチェックつけていきたい。赤ちゃん、赤ちゃん、でも時にすっごく、あ、今の瞬間すっごい赤ちゃんで思うメンバーは聖司玲奈さんです。玲奈さんは突然、わ、今のすごい赤ちゃんってなります。 AI みたいで、いや WW って言われると AI にしたくなっちゃいました。今ちょっとね、尻っぽい声にした。スイスイのほっぺ、スイスイのほっぺ赤ちゃんみたい。喋るとほっぺが赤くなるんですよ。そう、喋るとほっぺが赤くなるから、それから。あとは結構メンバーとツーショット撮るときに、私ほっぺをくっつけがちなんですよ近くに。そのメンバーのほっぺのこの何、このほっぺとほっぺのこのここファンがいます。何人か。このほっぺのここが好きよみたいなファンの方がいるので、ぜひその2人で撮った時は ここに注目してみてください。みはるさんは赤ちゃんですか。ああ、みはるさんはでも、あれどうだろう、みんなを包んでくれるけど、タンポポですね。みはるさんはもう人間ではないです。タンポポみたいにホワホワです。タンポポ、え、そう、私顔すぐ赤くなるみたい。たくさん笑った時とか、恥ずかしい時とか、いっぱい喋った時とか。え、なんでだろうね、距離感が好きなのか、気づいたらここで撮ってる。ピヨですね、ピヨットさん。タンポポ、タンポポです。みはるさんって本当に黄色が似合いますよね。黄色の人なんだと思います。黄色のための人、黄色がによく似合う。こまちゃんは赤ちゃん。こまちゃんもね赤ちゃん。でもこまちゃんってすごく実はとっても気が利いて、なんかね、後輩力がすごくあります。これ言ったらなんかあれだけど、いい意味ですよもちろん。なんだろう、すごく細かいところまで見てくれてて、だから疲れてないかなって心配になるくらいです。とってもいい子ですよね。みはるちゃんは黄色、みはるちゃんは黄色、
コマシャンコマシャン。あとはなんか私から最初全然4期生ちゃんに話しに行けなかったんだけど、コマシャンのものすごいコミュニケーション能力で結構お話ししました。コマシャンすごいです。コマシャンってさ、なんかあの何アルプスの少女ですよね。なんかすごく空気の澄んだところで生活してそう。そう、しかもコマシャンはスイズヘアにお揃いなんですって初期の時すごい言ってきてくれてました。ハイジ、そうハイジですよ。あれハイジ、ハイジってさあのブランコ漕いでる方で合ってますか。最近なっちゃんシャンシャン言ってるね。パンダ、あの私はあれだよ、みはるさんとこまちゃんがシャンなんですよ。みはるシャン、こまシャンで、なんかみはるシャンって言ってるとみんながセットでこまシャンの話をするから、なんかシャンシャンになっちゃうんですよ、タイミングがね。立つのはクララ。あ、よかった、クララが立った。私すごい足をつった時があったんですけど、サマステで30分くらい両足ねつったんだけど、それが終わって初めてこう床に立った時にみんなにスイスイが立ったって言われました。立ってるみたいな、私があまりにも立てなかったから、スイスイが立ったって言われました。なつきちゃんのこともなつきちゃんって呼ばなきゃ。なつきちゃん、私はあれだよ、シュイシュイがあるよ、シュイシュイ。もうね、なんと便利なシャンとつけなくてもシャ、シャシシュシャショになる、スがシュになるからシュイシュイで完結できるのです。私結構シュイシュイ呼び好きだよ。なんかね、シュイシュイって言ってるみんなの目が優しくて。あとはチュイチュイとか言ってるみんなの目が優しいよね。みんなもともとすごい優しいお目目だけど、シュイシュイって言ってる時はこんなお目目、シュイシュイって言ってくれる。シャシシュシャシュンシュイやだそれ。シャシシュシャシュンシュイやだ。ぷい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 は、あ、そう、最近ぷいぷいが自粛してると思いませんか。大人の階段を登ったみたい。大人になる階段のどこかで自分を見る失ったみたい。言いにくそう。そんな言いにくくないですよ。あ、シャシシュ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 は言いにくいですけど、シュシュはゆめたんが前にシュイコって言ってた。え？そうなの？それは知らなかった。大人になってぷいぷいを見失ったんですね。そうなんです、逃げちゃいました。ということでですね、あの私11時半まで配信しようと今思ったんですけど、皆さん明日カフェには来られますか。ポップアップカフェです。明日から始まります、30日まで。明日からはついに新潟で開催されますね。皆さん来ますか。あ、もうシュイシュイ使ってる。明日はいけない、そうですよね。そうですよね、明日
してはいけないんですよね。行ける時にぜひ来てくださいね。そうですよね。あ、でもなんか今回南部とかがないって聞いたんですよ。あの東京の時は南部何時から何時、南部何時から何時だったんですけど、なんかその南部とかそういう部の部なんて言ったらいいのかな、部の制度がないみたいなので、そうみたい、それそうみたい、整理券、うん、そうなんですね。整理券1時間で交代、夕方会議、あ、そうなんですね。いやでもなんかほんと、あ、違う、危ない危ない。ねでも、いや違いますよ、私は行くかどうかはわからないです。いや、あのそういうことじゃなくて、違う、あのそういうことじゃない、ね違います、あの違うんですよ。いやでも、あ違うよ、あのそういう、まあでもまああれですよ、あのもしいたとしても、そのずっといるわけじゃないから、そのあれはね、時間はまあ頑張ってねっていう感じです。でも私はね、もう喋らない方がいい。あ、本当？でも私明日あるので私あの別のことがあるので、明日はあるけど19時半ラストオーダーなのでっていう感じですね。匂わせられるのはこんな感じ。明日私は何かがあるけどっていうこと。え、キャプテンと同じこと言ってる？え、どういうこと、どういうこと。え、そうだからね、わからない。え、でも、え、本当にね違うんです、あのここからはちょっと本当に本当のやつね、本当のやつ。結構私もあのまだ全てを把握できてないので、わからないので、この匂わせは参考にしないでくださいという感じです。はい、みゆみゆは匂わせたらショールームが急に重くなったそんなことあるんだ。いやでもあのわかんない。え、ちょっと待って、あのいいですか、いいですか、私は本当にわからないんです。可能性はゼロではなかったけど、本当にわからないので、あの信じないでください信じないでくださいだけど、まあ、とりあえず明日からポップアップカフェが始まるよということで、ぜひ皆さん待ってますという感じです。これってさ、どうなんだろうね、なんか、え、そう、私あの本当にわからない人なんですよ、ここまで言っといてあれなんですけど。でもなんか、もしそのようなことがあったら、あのもしそのようなことがあったら、なんか突然来るなら言ってよみたいなことが発生した時、ちょっとみんながかわいそうなので言っておいた。でも本当に私もわからない、本当に私もわからないけれどあの誰かが行く可能性はなくはないので、
多分ここまでは言って大丈夫、ここまで言って大丈夫なやつけど、みんなをちょっとがっかりさせたくもないので、半分信じて半分信じないでください。お願いします。お、昨日アンドカフェ行ってきたの？一足お先に。そうそう、あるかもよってやつ。正直私もあの頭の中で絶対こうっていうのはないので、そう、まあもしもしそういうのがあったら、みんな走って来てくれたらと思います。でもね、もし明日行かなかったとしても、どこかで行きたいなと思ってますよ。来るなら行ってよ、 VS 来ないんかい。そうそうなんです。そうだからさ、もしさ、そのさ、え、これだけやって結局来なかったんかいってなったら、ちょっと申し訳ないよね。まあでもその可能性がゼロではないかもとだけ言っておきます。これみんな3時間走るやつ、え、みんな3時間走りますか？え、やっぱりさ、初日ってさ、誰か来るって思うんだね、みんな。初日は誰か来るねって思う。でもやっぱり駅近なので、皆さん新潟の方はもしかしたら行きやすい人もいるんじゃないかなと思うので、ぜひメンバーがいてもいなくてもぜひ足を運んでみてくださいという感じです。外でたまったりして周りに迷惑かけない。確かにそうですね。でも大丈夫、みんなはそんな人じゃない、みんなはそんな人じゃないぞ。アンドカフェ調べたら家から歩いて52分。あ、じゃあ走ったら10分ですね。近い近いとても早いです。走っても8時間、あらー、まあ、確かに原宿の初日になっちゃんたちが来た。そうですね、スイーツ部3人で。でもさ、割とさ、明日結構みんないろいろあるな。まあ来たらラッキーという感じで、明日からポップアップカフェが始まるので、ぜひ皆さん来てねー、ということで壇上を読みましょう。さあさあ、壇上を読むよ、いきます。13位スパローさん、ありがとうございます。12位タムヒロさん、ありがとうございます。11位サンタロウさん、ありがとうございます。10位ハブトゥーセーブさん、ありがとうございます。9位タカチオピピピーさん、ありがとうございます。8位ナオくん、ありがとうございます。よいしょ。7位ダイスケさん、ありがとうございます。6位ミーさん、ありがとうございます。5位トミノスケさん、ありがとうございます。4位アラシダさん、ありがとうございます。3位アサユキさん、ありがとうございます。2位スキャットさん、ありがとうございます。そして1位はルルルルルルントン、お疲れさんです。ありがとうございました。皆さん見てくれてありがとう。そして今日はアットジャム、ありがとうございました。確かに顔が熱い気がするそれではゆっくり休んでね。おやすみなさい。